2016年8月20日、東京力車新メンバーオーディション二次審査が行われました。応募総数128名。そこからさらに1次の書類審査を通過してやってきた男たち30名が新メンバーとなるべく歌や自己 PR を披露。しかし、東京力車は現役の車夫が集まるグループ。そのためメンバーに入った暁には浅草で人力車夫として勤務することが必須。歌唱力や表現力だけでなく、車夫に必要な体力、筋力、そして接客時のコミュニケーション力なども審査されるのです。参加者たちはこの過酷な審査を最後まで走り切れるのか。今回は二次審査通過者をご紹介。まずは静岡県出身の24歳、石橋拓也。これまで芸能活動の経験は全くないという彼。自分一個のことしかできないんで、基本のことできないんで、第一印象は朴訥とした雰囲気だったが、歌唱審査では熱い歌声を披露。ギャップっていうのがすごくあります。あのいい、なるほど。ちゃんとトレーニングを積めばある程度形になるなっていうのは想像ができます。それでまあちょっと緊張したんですけど、思い切って全力で歌うこともできましたし、東京力車への思いも伝えられたかなと思います。浜脇優也、出身地は横浜です。続いては神奈川県出身21歳の玉置優也。現在は舞台俳優として活動中の玉置の特技は、舞台で鍛えたアクロバティックな動き。さらに、高音のファルセットボイス。本当歴史が好きで、まあ、浅草のそういう下町風で、ね、みたいなの中に関わることができるっていうのはすごい素敵なことかなと思います。歴史好きという点も高評価。果たして最後まで勝ち残れるのか。